町山智博のアメリカの今を知るテレビ In association with CNN。 あれ見ました？ペンスさんのコメント。ああ見ました。トランプ大統領のことを言って過去にこだわってもどうしようもないと、ね、過去の選挙は変えられないんだと言ってました ね。であとでもはっきりと襲撃の日はトランプさんに対してすごく怒りを覚えたってことをはっきり言い出したりとか、はい、やっぱり今までちょっとラディカルになんかトランプさんをフォローしてれば、はい、選挙で勝てると思ってたのが違ってたってことが露呈した感じですよね。全くそうですね。っていうのはトランプさんが徹底的に推してて、トランプ主義を、まあ、なんていうか自分で明言してた人たちがかなり落ちたんですよ。で、まあ、ドクター・オズとかですね、ペンシルベニアのね、あと、まあ、アリゾナの州知事候補に出て行ってたカリー・レイクさんって人はもう過激なトランプ主義者を、売り物にしてたんですけど、まあ、負けましたね。ところが共和党の中でね、トランプ主義はやばいんじゃないかと、勝てないんじゃないかとみんな思い始めたところで、トランプ前大統領が次回の2024年の大統領選挙に出馬すると宣言しました。すごいタイミングで言いましたね。マール・ア・ラーゴっていうね、僕が言ってないですが遠くから見てた遠くから見てただけですが、フロリダの家でね、記者会見やったんですけど、でまた演説の内容はめちゃくちゃでですね、私が大統領だったこの何十年間の間戦争はなかったって言ったんですよね。何十年もの間大統領やってねえよって4年だってしかも戦争あったんですよね。アフガン戦争はずっと続いてたので、まあ、事実関係かなり違って、で演説の中で20箇所は嘘を言っていたという指摘がですね、CNN からされてますけれども、で、まあ、トランプさん出馬すると言ってるんですが、まあ、出馬すると言わないわけにはいかないっていう理由も一つあるんですよ。この間の大統領選からずっと出馬を匂わせてお金を集め続けてるからです。あ、そうだ、結構集まってるんですよね。すごい集まってるんですよ、そのセーブアメリカという団体を立ててですね、1億ドルぐらい集めてますね。そっか、はい、それでもし出ないってなったら詐欺になっちゃう。詐欺ですよね詐欺ですよね。共和党の中でトランプ前大統領の力が疑問視された結果となった今回の中間選挙。その象徴ともいえるのが激戦のジョージア州知事選挙でした。共和党内でトランプ氏と対立していた現職の州知事ケンプ氏が、民主党のエース、黒人女性候補のエイブラムス氏を破って再選を果たしたのです。ブライアン・ケンプ州知事は共和党なんですけれども、反トランプなんですよ。2020年の選挙で、トランプさんが負けたんですよね、ちょっとの差でね。そしたら、電話をかけてきてですね、そのちょっとの差をなんかでっち上げろって言ったんですよと。あ、なんてことをお願いしてくるんだこの人はと。だから同じ共和党でもふざけんじゃねえってことになって、このケンプ政権はですね、反トランプで、今回のジョージアの州知事選でもですね、応援に呼んだのはペンスさんなんです。ケンプさんはどの辺をこう、その共和党の中でも例えばアボーションとか、はい、ガンコントロールはどういう立ち位置なんですか？超ゴリゴリの保守です。もうコマーシャルで銃持ってますこうやって、でアボーションはもうすでに禁止しました。あ、人工中絶は禁止しました。はい、ということで町山はまず現職州知事、共和党ケンプ候補の集会を取材するため、アトランタから車でおよそ1時間の農村地帯コブ郡へ。カントリーミュージックが流れる会場にケンプ支持者が集まっていました。主に白人の姿が多く見受けられます。ケンプ候補のスピーチが始まります。And Stacey Abrams criticized me. The national media criticized me. They didn't understand we weren't listening to them. We were listening to you all.
We were listening to barbers and cosmetologists. We were listening to the restaurant folks saying, hey, we got to get back to work. And we put them first because in 2018, that's what I promised y'all would do. ケンプ候補の支持者に話を聞くことに。Why do you support him? 彼を尊敬しています。コロナ禍でも州を解放しましたから、彼の政策を評価します。What is the most important issue for this midterm election? インフレがひどいので、経済問題が争点です。Hi, how are you? Good, how are you doing? Wow, you're tall. Yeah. 君が小さく見える。Oh, yeah, I'm from Japan. しゃがむか？ケンプ氏は州のビジネスを再開させた最初の知事だ。経済を維持し、子供たちも学校に戻れたよ。勇気ある政策だね。You mean his handling of the COVID? そう。What is the most good job he did? 経済活動を続けたことです。コロナ禍でも経済を解放し、小規模の経営者を守ってくれました。日本の企業も入ってますよ。君も来なよ。価値観も尊重してくれます。私たちは中絶には反対で、銃容認派です。聖書に基づいた価値観を重視しています。So you agree with his heartbeat law? Heartbeat law. I mean the... ハートビート法はいいと思います。生まれる赤ちゃんも生まれない赤ちゃんも命は大切ですから。May I ask, are you Christian? Yes, sir. そうです。同じ教会に通ってるんです。Oh, really? Oh, you are husband and wife, right? Yeah. I'm sorry. You go to the same church. そうです。Okay. How about abortion? So that 中絶問題は優先度がとても低いわ。Okay. インフレの方が心配よ。中絶問題は別に。だってかなり very low priority of 低いわ。私の眼中にないわ。Are you Christian? 二人ともね。あなたの十字架に気づいたのよ。これは一見ハートだけど、十字架がついてるの。二人とも同じ教会なのよ。友人よ。対する民主党はアメリカ史上初の黒人女性州知事を目指すステーシー・エイブラムス氏。前回2018年の選挙では僅差でケンプ氏に敗北。今回こそと期待が寄せられていました。前回の選挙では本当に僅差だったんです。ケンプさんに対してもうステイシーさんがもう本当にわずかな票まで追い上げたんですよ。でこれで逆転があり得るかもしれないと。そうなるとジョージア州で歴史上初めての女性で、黒人の州知事が誕生するということですごく注目されてたんです、はい。まあ、ステイシーさんはですね、テレビにいっぱい出てですね、セレブの味方がいっぱいいるんですよ。オプラ・ウィンフリーだったり、スティービー・ワンダーとかですね、ビヨンセさんとかね。ステージさんなんてあれ司会やってたの、はい、ビヨンセのお母さんですよ。結構すごくないですかそれ。すごいんです。そんなね、司会やってるってことがおかしいんですけど、まあ、今言ったような芸能人のアフリカ系の芸能人のバックアップを受けて、今度は勝つと言われてたんですね。それでこのケンプさんという州知事はなんとジョージアに黒人奴隷を持ち込んだ人の子孫なんですよ。なんと因縁の戦いになってるじゃないですか。じゃあそうで、それに対してステイシーさんがアフリカ系の女性ってことで対抗してるという、うん、非常に歴史的な戦いなんですね。本当ですね、はい、そうやって聞くと、うん、はい。僕は今ですね、ジョージア州アトランタのですね、ちょっとオーバーンっていうですね、黒人の人たちがすごい昔から住んでいる地域にいます。ここで、これから、民主党のですね、ジョージア州知事候補のステイシー・エイブラムさんの、集会がありますんで、そこに来ました、はい。支持者の人たちが集まってますけれども、
ケンプ氏の集会とは打って変わって、人種も多様で年齢層も幅広い印象です。 You support Tracy? そうです。What are your most important things for this midterm election? 私にとっては人工妊娠中絶の権利です。Why? より良い未来のためです。女性のため、住宅のため、そして健康のために医療保険を充実させてくれるからです。Housing, so do you have any problem with housing in Georgia? 家賃が高いんです。このままでは誰も家賃が払えません。ホームレスになってしまいます。家賃が下がればみんな安心して暮らせます。ねえ、これ音聞こえます？ね。もうクラブみたいなんですけども、ね、これここで政治集会が行われるとはね、ちょっと思わないでしょ、この音聞いて、はい、町山は集会場の中へ。中はさながらコンサート会場。あ、DJ やってますね。見える？すごい、DJ やってますよ、これ。そして司会はあのビヨンセのお母さん。地元アトランタ出身のヒップホップアーティストのライブが始まりました。会場はますますヒートアップ。さらに、 Hello, this is Stevie Wonder. Georgia, we need you like we did in 2020. Stacey Abrams will be the leader that your state deserves and one that this country needs. She's not afraid of those who want to turn back all the rights we have gained. She's not afraid to keep Georgia strong and democracy stable. Don't let them take your power. We need your vote. Trust me, vote Abrams.そしていよいよステーシー・エイブラムス候補のスピーチが始まります。 Thank you. But together we will restore our rights if we use our right to vote. But this man hasn't just attacked our right to vote, he has attacked our right to be safe and secure. He has stripped us of the background checks to protect us from dangerous people. Brian Kemp has stripped us of the ability to make certain that responsible people get through the filters, but the irresponsible and the dangerous do not. You can protect the Second Amendment and protect second graders at the exact same time, and I will do that as the governor of Georgia. But we also know that Brian Kemp has stripped women of their right to choose and their right to control their bodies.He has banned abortion in Georgia. We'll be restoring a woman's right to choose in the state of Georgia. If you want more opportunity in your life, say more. If you want more freedom in your day, say more. If you want more for our children, say more. If you want the victory, say more. Say more. Say more. Now let's get it done. November 8th, いよいよ投票日。まずは農村部ポーク郡の投票所へ。全部共和党候補に投票しました。生活に身近だからです。私は神、家族、国家と共にあります。God. You are very Christian. Yes. そうです。So, who did you vote?共和党です。So, who is your favorite? 共和党の候補者全員好きです。アメリカ人として投票できることが幸せです。これは私の家族ですが、ポーランド系なんです。暑いから中に入るわね。楽しかったわ。Thank you so much. Thank you. もう最初からもう共和党に入れるんだと言って、それぞれの議員の名前まで覚えていないという話でしたね。一方こちらはアトランタの高級住宅街バックヘッドにある投票所。
これを見てこれアメリカの南部だって思う人はいないでしょうね。この10年ぐらいでもうすごく発展しましてですね、もう若い IT 系のエグゼクティブとか、あと音楽関係者ね、それとハリウッドみたいになって映画撮影がすごく進んでるんで、映画俳優の人たちもいます。 You got a house in the Buckhead? Yes. You must be rich. No. 私は J-POP をプロデュースしているんです。 J-POP records, so. Really? Yes. ねえ、例えばEXILE とか EXILE など ABEX の仕事です。 ABEX、oh, yeah. By the way, who did you vote for today? Can you ask? エイブラムスに投票します。 そしてこんな人も。私は不動産業を営んでいます。 Oh really? Real estate? すぐそこがオフィスです。 Oh really?Yes. You made a lot of money. まあ一生懸命働いてますから。Because there are lots of new buildings. この街が好きなので支援したいと思い出馬したんです。Thank you. Thank you. 今の人はですね、不動産ビジネスをここでやっていて、それでまあ多分相当儲けたんですね。はい。それで政界に進出するということですね。まあここで不動産やったってことはどのくらい儲けたんだっていうぐらい儲けてると思いますよ。はい。いや、フーディディボート。エイブラムスです。ああ、怖い。彼女はこの国が将来行くべき方向が分かっていると思うからです。共和党に入れました。ああ、怖い。共和党の方が重要な問題に取り組んでいると思うからです。女性の権利や人工妊娠中絶に関してです。激戦と見られていましたが、結果はケンプ氏が 7.5 ポイント差で勝利。町山の分析は？でケンプさんの方はですね、まずコッブ郡っていうその田舎の方、農家とかロッキードの飛行機の工場があるようなですね、そう広々としたですね田舎の方で、まあ、集会を行いまして、そこが支持基盤なんですね。でとにかくケンプさんの方はですね、白人ばっかりで全員キリスト教徒 でところがステイシー・エイブラムさんはもう本当にもう中に入るとヒップホップがガンガンかかってるね、うん、でまあ圧倒的にアフリカ系の人が多くて、あと女の子が多いんですね、白人でも、はい、それとゲイの人たちで、ステイシーさんはアトランタ大都会です。今アトランタってすごいんですよ。ビルが建ちまくってるんですね。聞いたら7割がこの10年間で建ったビルっていうね。すごい。そっからちょっと離れたところに住宅地があるんですよ、ジョージアって。そこに行くとビバリーヒルズと全く見分けがつかない。あ、本当ですか。オプラ・ウィンフリーとかエルトン・ジョンまで家を持っててそのケンプさんの集会やってるところって40分ぐらいしか離れてないんですよ、アトランタと。でも全く違う国みたいだった。もう本当に分かれちゃってるんですね。分かれちゃってる。でもまあケンプさんはジョージア全体の経済がいいので、州知事としてのですね経済政策を評価されて、勝ちましたね今回はね。本当に都会対田舎の戦いになってきてて、今回でもね下院選挙とかも全部見ると、その都会は全部民主党が勝ってるんですよ、どこ行っても。だからこの分断はすごく激しくて、カリフォルニアもオレゴンも田舎全部共和党圧勝でしょ。そうなんですよね。それは別に新しいことではないのかもしれないけど、だここまでその都会と田舎が分断されていくと同じ州じゃない感じがねすごく強くて、あまりにも分断されてるんで、これからやっぱどっちも喜ぶ法案とかってどんどん通していかないと、うん、こんなに分断されちゃっていいのかなとね気がしますね。